ライクを見て、今から早朝岳にピストンしてもう一度穂高岳に帰って、そこから一人だけで、軽さだけで、中出先輩と西脇さんが穂高岳で待機し、私だけが北穂高に登ってくるって言って、今外で北穂高まで行こうと思います。もったいないので、もうこの先雪しかないので、もう来年ぐらいしかもうここに登るチャンスはないので、今しかないので行ってきます。